前回の動画の追記。トゲピーの指を振る、でも、確率で、敵を凍らせられます。こちらでもメトロイドが凍るか、検証を行いましたので、結果をご覧ください。はい、ご覧の通りメトロイドが凍りました。以上のことからトゲピーも、メトロイド討伐に関しては、サムスより上だということが、証明されましたね。これでまたスマブラ SP のことを、よく知ることができましたね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。